元気な接客応対、圧倒的な品揃え、豊富な商品知識と安さサービスで日本一を目指す。ヨドバシカメラが10時をお知らせします。皆さんこんにちは、はちまるです。今日はですね、フリートークということで、久しぶりのフリートークやってみたいと思います。今週来週というか先週今週と言った方がいいんですか。週の始まりって日曜日でしたっけ。どうしてもね、会社勤めしてるサラリーマンからすると月曜日が週の始まりってイメージがあってね、日曜日が週の終わり、ああ明日からまた仕事かっていう月曜日がスタートってイメージなんですけど、カレンダー的には違いますよね。カレンダー的には日曜日からスタート、一番左端日曜日になってると思うんですけど、大抵。そんなわけで、カレンダー的に言うと、先週今週は、すごく、寒気がね、日本列島を覆い尽くしてて、列島全体が非常に冷え込んでるという状況なんですよね。で、昨日、ご承知の通り、浜大津散策2回目、2週連続で訪れてきたんですけども、なんかね、昨日以上に今日の方が寒いですよ、ここ80の自宅のとこでも。というのは、先ほどまでちょっと外出してたんですけど、家の中いてもね、ちょっと身震いするぐらい寒いんです、ガタガタと。でね、当然80の部屋に暖房器具は一切ないですよ。で、今何度かというと、それでも12度ぐらいありますかね、まだね。夜間になると10度切ったりしますけど、でね、寒いんで、ちょっとね、家にいても寒いようなこんな状態で、ちょっと買い物にもう一回ね、出かけたかったんですけど、いや、どうやって出ようと思って、ちょっと風もあるし、もうむっちゃくちゃ冷たいんで。でね、ふっとひらめいたんですよ。というのは、廊下のところに寒暖計が吊るしてあるんですけれども、その寒暖計の温度がね、今8度になってました。はい、8度か、あれ8度って言ったら、でも俺がね、琵琶市乾燥した時の浜大津のあたりの気温が8度なんですよ。で、湖北の温度が4度だったんですね。ということは、自転車を漕ぎ始めればちょっとは温まるし、琵琶市の時のスタイルで外へ出ればいけるんじゃないのこれ、と思ったんですよ。で、琵琶市の時、一番湖北で一回めげそうになりましたけども、その時に、非常用の防寒具として出したのが、まずはズボンの上から履く防風ズボン、薄手のナイロン製のやつなんですけども、これね、これを一回履いてみようと。で、履くと全然風来ないですね、足元に。スースーしない、冷気感じなくなりました。これいいわ。で、次に、靴下に貼るカイロ、ミニタイプです。これをペタンペタンと両足に貼りました。おお、あったかっていう感じで。おお、で、当然ながら首には80カラーのオレンジのマフラー、円筒型のやつです。スポッと頭からかぶるマフラーですね。いやー、完璧ですよ。これで今さっきまでちょっと買い物行ってました。いや、あったかいとか思って、冷たいのは顔だけ。で、手にはですね、去年、実際、正確に言うと一昨年ですね、去年かな、去年の1月、今年じゃなくて、去年の1月に買った、発熱繊維のシンサレート繊維、シンサレートという製品かな、編んでる手袋、これをしてね、この手袋、全然ね、風通さないんですよ。だからすごい、もう、極端な話。冷水の中に手突っ込んでもぬくぬくちゃうかというぐらい、で、このシンサレートの手袋を手にまとい、首には、これも温熱素材のオレンジカラーのマフラーを首にまとい、そして、ズボンはですね、防風ズボン、
琵琶一の時に威力を発揮した防風ズボン、そして靴下に貼るカイロ、完璧ですよ。なんかね、なんて言うんだろう、顔に受ける風は冷たかったんですけども、心があったか、ハートあったかで、なんかニコニコしながらね、うん寒いとか言いながら漕いでました。でもあったかいとか思って、なんだろうね、なんか変な感じですね。はい、ということで皆さん本当にね寒い日が続きます。もう1週間厳しいみたいですけれどもね、まあインフルエンザも猛威を振るってるみたいなんで、帰宅した後は必ず手洗い、うがい、冷凍してください。はい、まあでもね、うちの場合で言うとね、これがね、うがい手洗いしたからインフルエンザの予防になるかというと、どうもうちの場合は違うんですよ。というのは、下の僕ちゃん、ちょっと外出ても必ずうがい手洗いしてるんですけど、まず真っ先に我が家で風邪にかかるのは僕ちゃんです。お前うがい手洗いしてるお前が一番最初にかかってどうすんねんとか言っていつも言うんですけど、なんでしょうかね、うん、まあそれでかかるとなると皮肉なもんだなという気がします。さてここからはですね、日付が変わって1月の30日になります。え、さっきのは何なの。あれはね、1月29日の夜に収録したんですよ。なんですけど、あれね、ちょっと夕飯を挟んでたんで一旦あそこで止めて、その後夕飯を食べながらちょっと晩酌をしたんですよ、昨日日曜日に。だからそのままもうガクッと行ってしまって、続きを取ろうと思ってたんですけど、お亡くなりになってしまいました。80がチーンっていう感じで、ごめんなさい。だからこっからは日付が変わって1月30日の収録の、フリートークになります。はい、でね、さっきまで何喋ってたか全然覚えてないんですけど、ちょっとね、目新しいネタを一つご紹介します。まあ相手の方に承諾得てないんですけど、まあ個人情報を出さなければOK かなと思ってお話をしたいと思います。実はまあ私ここ最近ね、作品にも挙げてますけども、浜大津、それから琵琶湖、まあ言ったら滋賀県というところに非常に愛着を感じています。まあ特に浜大津ね、うん、いや他にもいろいろあると思いますよ、いろいろと、琵琶湖の周辺には。ただまあそこをまだ私がよく分かってない、その本当の魅力をまだ、感じ取れてないというのもあると思うんですけど、まずは浜大津制覇、まあ、制覇と言っていいんかな、というとこから始めてるわけですけれども、そこに愛着を感じていると。でね、実はね、YouTube、まあこれまでにですね、お二人の方と、実際にお会いしてきました。お一人目の方は、まあ方面的に言うと静岡の方ですね。はい、で、お二人目の方は、北陸の方です。はい、で、もうすぐ、まあ多分近いうちに、まあいつか分かりませんが、滋賀県の方と YouTube3 人目お会いできると思います。まあ私のこの琵琶市をはじめとして、まあそういう、なんていうんですかね、やっぱり琵琶湖、浜大津っていうところで、まあちょっと共通点があったみたいです。ですので、滋賀県の、在住の方、YouTube3 人目の方と、多分、そんな遠くない将来かな、お会いできると思うんで、またその時の様子をね、作品に、まあ、どういう形になるかは分かりませんけれども、作品にしてアップしたいと思います。はい、まあ言ってもまだ3人目ですよ、実際お会いするのって次でね、うん、まあ本当はね、もっとたくさんの方とお会いしていろいろとお話をしたいと思ってるんですけれども、まあ何分私もね、そんなに時間がないっていうのもありますし、まあなんでしょうね、もうちょっと近くの方だったらね、
例えば本当週末にちょっとお会いするとかできると思うんですけど、まあその静岡方面の方にしても北陸、まあ、特に北陸の方面の方、まあ、あれ一泊二日で行きましたからね、日帰りは無理ですとかね、遠いんですよ、もうちょっと近くの方も希望します。はい、勝手なこと言いますけど、まあ極論言うと自転車で行ける範囲の方が希望します。まあ、僕の自転車でも琵琶湖まで行くしな、うん、まあ、そう考えると遠いかと思ったりしますけれどもね、はい、まあたくさんの方にお会いしていろんなお話を聞いて、またいろんなお話をも聞いていただきたいですよ。いろんな意見交換をして、あ、そうか、そういう考え方もあるよねとか、普段は例えば作品にコメントできないような、もう正直な気持ちもね伺ってみたいとか、こういろいろとね私なりにも思惑があって、お会いして、そこはもう本音で腹を割って、まあなんていうんですか、本音を聞きたいっていうところもあるんですよね。うん、なんでまあぜひじゃあ会いましょうって急に言われても困るんですけども、まあある程度こう親密になってから、あ、この人とだったら大体ベクトルが合うよねという、もう私と同じような、なんていうのかな、その性格でとかいろんな、まあ人柄も含めてですね、同じようなベクトルの方向を向いている方とたくさんお会いしたいなと思っています。さて、もう一個最後にもう一つ話題を、お話したいと思います。私ソニークラブに会員登録してるんですよ。まあソニーの大ファンなんですけども、そうするとね新製品の発表のメールが届くんですね。で、いろんなバイオの新製品出ましたとか、そういう家電品の、メールがちょくちょく来ます。で今日も1通来てました。で、メールを開けると、なんとデジカメの新製品、おっデジカメ出るんだと思って、何が出るんかなと思ってみてびっくりしたのがですね、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。私まあ最近もほとんどそうなんですけども、去年のあれいつだったっけ、2月かなに発売になった DSC-WX10 という、デジカメをずっと使ってきてて、でちょっとねこの WX10 重いんですよ。だから自転車漕ぎながら片手でこう操作するにしてもねちょっと重いんで、もうちょっと軽いのが欲しいなと思ってたら DSC-WX30 というのが出たんですね、去年の夏ぐらいだったでしょうか。でそれを、秋頃にもうちょっと後かな、11月頃だったかなに WX30 を買ったんですよ。で去年の年末に買ったねロードバイクの試し乗りの時に初めて WX30 で走行シーンを撮ったんです。まあ言ってもそれが最初でまだ最後なんですけど、まだ1回しか使ってないんですよ、その WX30 というやつは。うん、でね今日来たメールを見ると、なんと WX70 とかもう出たんですね、出るんですね次のが。僕まだ WX30 もまだ1回しか使ってないのに、もう旧モデルですかっていう感じで、ちょっとね寂しかったな。だってもうソニーのホームページからも消えてるんですよ WX30 が。今 WX50 と70で、WX10、 その3つがね表紙を飾ってますわ。ただし WX10 はもう在庫限りってなってますけどね。WX30 まだ1回しか使ってないのにとちょっと寂しかったかな。うん、そんなにねショートサイクルで次から次にソニーさん出さなくてもって思ったのは私だけでしょうか。ということで2日にわたってお届けしてまいりましたフリートーク、そろそろお時間の方もよろしいようです。今日はねまあDJ スタイルでもう映像の方はラジオだけという感じですけども、昔ながらの受験スタイル、深夜番組を聞いてた時ってこんな感じなんですよね。そういう時を懐かしく思い出していただきながら、聞いてもらえたんではないかと思います。それでは皆さん、また次回までごきげんよう。さようなら。